こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロのダウンに代わる最強のアウターはこれだというテーマでお届けをしたいと思っています。まあ、僕の動画の中でもこれまでユニクロのダウンですとかアウター類いろいろとですね、皆さんにご紹介すると思うんですね。まあ、その中で今回ですね、また新たな選択肢を皆さんにご提案してみたいなと思うんですね。まあ、結論を言うとですね、今回取り上げたいアイテムというのが 防風パテットコートという商品なんですね。これ実際に購入したので、今回持ってきてみました。 まあ、後ほどね、実際に来た様子もお見せしたいなと思うんですが、これがめちゃくちゃ良かったので、もう皆さんにですね、ぜひご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、ダウンというとですね、基本的には着丈の長さですね。ここがそんなに長くないものが多いんですね。まあ、最近はトレンドの変化で、ダウンの着丈もちょっとずつ長くなってきてまして、従来のナイロンジャケットのようなスッキリとした着丈のものよりは、 お尻がギリギリ隠れるぐらいだとか、もうちょっと長いものも増えてるんですが、まあせいぜいそれぐらいの長さのものが多いんですね。で、今回ご紹介する防風パテットコートというのはもっと長いんですね。まあぜひこちらは画像を見ていただきたいなと思うんですが、結構長さがありまして、ももの半分ぐらいまで隠れる長さになっていますので、いわゆるスポーティなアウターなんだけども、コートのような丈感が実現されているのがこのアイテムなんですね。これなかなかいいなと。 思いました。えー、カラー展開はですね、3つありまして、ブラックとブラウンとオリーブですね。3色あるんですが、今回僕はブラックを購入しました。これはですね、色選び結構難しくて、最後まで迷ったんですが、まあ一押しはですね、ブラックもしくはオリーブですね。この色合いもすごくいいので、まあぜひ皆さんですね、お手持ちのアウターとのバランスで考えていただくのがいいかなと思います。まあそもそもなぜ僕はこのアウターをですね、ご紹介するのが遅かったで かかったのとと言いますと、まあ、結構前からラインナップとしてはあったんですが、似たようなものを僕は持っているんですね。例えば、去年ですね、僕が購入したゴールドウィンのですね、このようなアウター、中綿のものがあるんですけども、それめちゃくちゃ良くて、もうずっと今でも活用してるので、ちょっとキャラが被るかなということで着なかったんですが、 今回ですね、こちらの商品が値下げになったんですね。なんと5,990円なんですね。本当にセレクトショップだとニットよりも安いぐらいな価格帯なんですが、まあせっかくなんで試着をしてみようと思って着てみたら、まあ残念ながら良かったんですよ。まあいろんな僕はアウター持っていますが、ちょっと高いものだと10倍以上するものが多い中で5,990円でこのクオリティは さすがにすごいなと思ったので、今回はご紹介したいなと思います。まあもちろんですね、ダウンというようなものに比べると、中綿のジャケットというのは、暖かさで言ったらやっぱりダウンの方が上なんですが、実際この中綿ジャケットというのも結構暖かくて、僕もですね、去年2着の中綿のジャケットを着てですね、一冬を過ごしたわけなんですが、 意外とですね、これでも全然平気だったんですね。もちろん地域だとか、どれぐらい外にいるのかによって、ダウンが適してるのか、中綿が適してるのかは、大きく分かれるところではあるんですが、意外と車の移動だとか、電車の移動が多かったりする場合は、そんなにかさばらないし、なおかつ、価格帯も抑えめのこの中綿のブルゾンっていうのは、新たなダウンに変わる選択肢になるんじゃないかなというところをですね、今回はしっかりとお伝えをしていきたいなと思います。この後ですね、実際にこっちら こちらを着ながらまどういった見た目になるのかですとかあとはコーディネートですねここをどう落とし込めばいいのかというところまでしっかりとお伝えしたいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業をですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に着てみましたどうでしょうか 様々な角度からお見せしたいと思います。横はこんな感じですね。はい、後ろですね。お尻がすっぽり隠れるぐらいの長さになります。そして前ですね。えちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですが、今回はですね、M サイズを購入しました。もともとですね、シルエットはゆとりがあるんですね。まあ A ラインに広がるようなゆとりがありまして、 肩はですね、ラグランになっていて、滑らかな曲線を描いていますし、前を止めてもですね、こういった形で A ラインになるようなシルエットになっていますので、このあたりは今のトレンド感があるような雰囲気が出てるかなと思います。まあいろいろデザインの特徴があるんですが、 まずは襟周りですね。ここがスタンドカラーになっていまして、一応後ろにはですね、ジップがありまして、ここにフードが内蔵されているんですね。ただこちらは僕は使わないですね。使わないでこちらに内蔵してある状態の方が、 しっかりとボリューム感のある襟がですね、表現されるので、このままの方がすごく仕上がりが良くて、しかも今っぽいんじゃないのかなと思います。で、表面の質感もですね、チープな感じが一切しないんですね。手触りも滑らかで、張り感はあるんだけども、着心地はしっかりといいという感じですね。まあ、ブラックもチープに見えるようなものもあったりするんですが、すごく深みがあって、良い色味が出てるなと思います。表面には加工がしてあって、まあ、風をですね、防いでくれたりだとか、あとは小さめ程度であれば、 しっかりと防げるのでっあるんじゃなないのかなと思いますあとはですね、結構地味なポイントなんですけど、今ポケット手突っ込んでますが、内側がフリースになっているんですね。このおかげで手袋しなくても、なんかこう温かみを感じるような柔らかい風合いがですね、とても気持ちがいいんですね。まあ、このあたりユニクロらしいですね、こだわりが細部に詰まった一着になっているかなと思います。まあ、今年はこのようなミリタイですとか、ワークテイストのアウターがかなり高 たくさん出てていまして、まあ、僕も持っているんですが、モッツコートっぽいデザインのものだとか、あとはモンスターパーカーですね。 こちらのようなデザインのもの、結構いろんなブランドから出ていて、トレンド感あるようなアイテムなんですが、まさにこちらの防風パテットコートも、その流れをですね、表現するような一着になってまして、一着持っておくとすごく便利なんじゃないのかなと思います。なんだかんだで冬も長いので、ダウン一着でコスよりはですね、このようなバリエーションが一着あると、おしゃれにも見えやすいですし、あとは竹の長さがあるということで、一定の綺麗さもですね、漂うところが、個人的にはいいんじゃないのかな。 まあ今回僕はブラック着ていますが、オリーブ系もめちゃくちゃいいんですよね。このあたりは皆さんのお手持ちのバリエーションを見ながら、どちらかの色を選んでいただければなと思っています。まずはシンプルにですね、内側はグレー系の丸首のニットですね。ボトムスはブラックを合わせていますが、これだとちょっと物足りない感じがするので、ちょっとこの後着替えながら違ったバリエーションをお見せしてみたいなと思っています。 はい、着替えてみましたが、どうでしょうか先ほどはですね、ブラックのパンツを履いてたんですが、それを思い切ってですね、ホワイトのデニムに変えてみました。これはですね、今年の春夏に購入したグリーンレベルのものなんですが、少しゆとりのあるような白系のデニムを合わせることで、結構着こなしが明るくなったかなと思います。まあ、ブラックの防腐パテットコートは、割とシンプルで使いやすいんですが、これに対してブラックのパンツで、内側グレー、 のニットだとどうしても地味すぎてしまうので、どこかにポイントを持ってくるといいなと思って、 今回は白系のパンツを合わせてみました。ホワイトだけではなくて、オフホワイトだとか、ライトグレー系のパンツでもいいかなと思うんですが、パキッとコントラストの強いですね、着こなしが実現できて、僕はこの感じがすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。もし、オリーブ系のですね、アウターを選んだとしても、結構これまた白デニム相性がいいので、ぜひですね、今季らしさだとか、秋冬のちょっとこう、濃い色に飽きたら、白パンなんかで合わせてもらうと、このコートの良さがすごく く生きるかなと思います、まあ、今季のヘルムートラングのホワイトデニムですね。ちょっとライトグレーっぽい色味のもので、なかなか雰囲気がいいので、そのあたりと合わせてもらうと、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、足元なんですが、白パンに一番相性がいいと思っているのが、このようなミディアムグレーぐらいのニューバランスのスニーカーですね。まあ、これが鉄板で相性がいいかなと思うので、今回も合わせてみました。 まあ、ロング丈のこういった中綿のジャケットともですね、ニューバランスなかなか相性がいいので、ぜひこのあたりもですね、皆さんの手持ちのニューバランスで合わせてもらうと、なかなかですね、全体の雰囲気整うのかなというふうに思っています。まあ、このような形で一着コートあると、まあ、ブラックのパンツ合わせてもいいですし、ホワイト系のパンツでも合います。もしブラックのパンツを合わせるのであれば、内側ですね、ニットの色は今はですね、割と地味なので、 例えばですね、今期ユニコーの中ですごく感動的だったですね、このニットですね、プレミアムラムのですね、 こういったブルー系のニットですね。ちょっとブルーの中でも鮮やかさのあるようなものとか、あとは根気らしいパープルですね。こういったものを内側に入れてあげると、ブラックのパンツでもちゃんと差し色になるので、全体のバランスが取りやすいかなと思います。まあ、白パンとこれを合わせちゃうとさすがに派手すぎる感じがするので、ボトムスがブラックの場合はこのようなニットを合わせていただきたいなと思います。また、中綿のジャケットということで、ちょっと寒さ的にどうなのと感じる場合はですね、 この下に着ている T シャツですね。今は通常の丸首を着ていますが、これをですね、モックネック型に変えてあげるんですね。これは先日もご紹介しました、ユニコのドライモックの T シャツですね。これに変えてあげることで首元をガードしてあげる。もしくはタートネックのカットソーもユニコにはありますので、そういったものでもいいかなと思います。そんな形で重ね着をしてあげれば、防寒性も抜群だと思いますし、 あとはですね、これは持ってる方に限られてしまうんですが、このようなトラックジャケットですね、まあジャージのように、この首元がしっかりとあるものだとか、あとは今季はドライバーズニットみたいなものもトレンドで出てきてますので、そういったもので首元を覆ってあげれば、 よりあったかいかなと思うので、まあ一着あれば様々な着こなしが想定できるかなと思います。めちゃくちゃ便利ですし、軽くて使い勝手がいいので、これはぜひ皆さんチェックしながらですね、冬の着こなしのバリエーションを広げていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニクロの隠れた名作かと思うんですが、防風パテットコートですね。こちらを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、ちょっと触れましたが、冬、なんだかんだで長いんですよね。12月、1月、2月、3月ぐらいまで寒い期間は続くかなと思うんですが、まあ、そんな時にダウン1枚だけだと結構飽きてしまうので、このような竹の長いアウターが1枚あると、すごくですね、見せ方が変えられるのかなと思います。 このアウターもですね、ボトムスの色を変えてあげたいだとか、あとは内側に着ているニットですね。この色を変えてあげるだけで、だいぶバリエーションが作れるかなと思います。まあ、ちなみに、パーカーとかも合わせてみたんですけど、これはなかなか相性が良くなくてですね、まあ、結構スタンドカラーで襟がしっかりとしているので、この内側にパーカーが来ると収まりが悪いんですね。ですので、内側に着るものはニットで色のバリエーションを作るというのがいいんじゃないのかなと思います。あとはこう、前を開けて着るのと、 締めて切るのでも全然印象が違うんですね。ちょっと締めてみましょうかね。 はい、ジップを上げてみましたが、いかがでしょうかまた印象が全然変わってくるかなと思いますし、ジップさえ締めてもらえば、かなり暖かさは実感できるかなと思います。一つだけここで残念というか、来年あたりにアップデートされると嬉しいなと思う点がありまして、ジップなんですが、これですね、まあユニコンのもの結構ほとんどそうなんですけれども、通常のジップでダブルジップになってないんですね。もしここがダブルジップになっていたら、下からも開けられて、内側に着てるニットをですね、 することができたのでそしたらより良かったかなとは感じてるんですねですのでそこの解決方法として個人的にやりたいなと思うのがまずはですねジップを下げますねはいこの状態でボタンがあるんですよねボタンだけを閉めるとこんな状態になるんですね 上は閉まってない。下も閉めてないでちょっとニットがチら見えする。このような形でちょっとこう前を閉じながら切るというのはバランスがいいのかなと思います。これがダブルジップだったらより完璧なんですが、意外とこの止め方で切るのも個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。もうユニクロはですね、春物がどんどん出るタイミングではあるんですが、まだまだ探せばですね、冬物の中でも隠れた名作があるかなと思うので、これから 僕のチャンネルではピックアップをしていきたいなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週にですね、4本の動画、オリジナルで出していますし、そのうち1本はですね、ライブ配信を行っていまして、皆さんからのご質問に直接お答えする形で展開をしてますので、気になる方はですね、概要欄 からチェックをしてていいいたただきたいなと思っていますまた、なかなか普段ですね、動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンも主催をしています。そちらの方ではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をだいたい一記事ですね、1分ぐらいで読める分量でお届けをしています。 僕の方でも1日2回アップをしていますし、僕以外のプロのスタイリストも記事を投稿してくれています。また、参加者の皆さんも記事を投稿することができるので、結構様々な記事を見ることができるかなと思います。こちらも気になる方は概要欄からぜひチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。